はい、ここでリサラと戦うんですけど、偽リサラになっていることに注目してください。実は偽リサラってなってるにはちゃんと意味があるんですよ。何が効くんだ。多分魔法あんま効かない気がするんだよな。うおー、通常攻撃でバカバカいった方がいいのかもしれない。ちょっと待って、コタマが危ないかもしれない。下手したらこれにすればいいじゃん。うおう 1.5 倍って所詮こんなもんか。まあまた所詮って言っちゃ失礼ですけどね。ここでこうで、うおう、次誰かリクエストした方がいいのかな。ひだまりの光、待ち伏せにつけてるやつ結構効果が大きいと思う。負けて聞くんだっけ、リサに。どうだったかな、覚えてねえや。うわぁ危ないな。ダメだった。ちょっとインディ回復して。インディ倒れるかな。したら、わあ、あるか。それで変わる。ちょっと待ってよ。杉春回復して、でもかじりついて、おお、危ねえ。で、春回復。ここはバカ使いに行く。うおう、ユンディかまだよかった。オッケー。で、かじりついて、うおう、マジか。次は怖い。あ、でも回復したかまだいいや。体力どんぐらいあったんだっけ。うぅ、なんでミスった。ちょっと待ってよ。もういいや。危ない危ない。あー、なんかみんなミスってきたな。ちょっと待って、おぉ、オッケー。リサの命中が戻ったか。ちょっと待って。おぉ、オッケー。おぉ、コタマ回復するか。コタマも通常攻撃で、うお、命中ちょいダウン、ハブ回復、おお、3でかい。ここでさらに外してくれたらいいんだけど、どうなんだろう。OK。ユニって通常攻撃の方がいいのかな。うおい、クリティカルで55。やっぱりスキル使った方がいいか。うわ、やばい。
ちょっと待ってよ。おお、回復した。でも、まあその分は相殺できた。おお、チップシーン来た。おお、ちょっと。おお、で。この道にちょっと危ないかもしれない。違う。この回復。ちょっとチプシーの MP を温存させたいけど、おお。すごい。うわ、危ねえ、危ない。あ、倒せた。ちょ。みんなレベル上がりすぎだ。やった。おお、手こずったけどな。俺たちの勝ちだろ。やったなのです。お師匠やっつけたのです。ざまみんのですよ。しかしこれは骨が折れた。チプシーのお師匠とやらは誠に強いの。本当はもっともっと強いんですけど、でもなんかちょっと自信になったんですよ。そいつは良かったじゃないかい？そうだぞ、本当に良かった。あれ、今の誰の声だぞ？なんだい、こたま、釣れないね。あんたたちさっきつい、ん？あんたたちついさっきまで私と話してたじゃないか。まさか、いや、だってそんな、おい、なんかすげえやばい感じがするぜ。もしかしなくてもこれって、久しぶりだね、チプシー。ギャー！出たのです！出たってどういうこと？さっき倒したはずじゃないの？違うんだぞ。え？わかるのです。さっきまでのお師匠とは違うのです。このお師匠はもしかしなくても、そうだ、本物だよ。やっぱりでも、どういうことなの？だって、ここはチプシーちゃんの夢の中なんじゃ。ナイトメアか。おや、坊や、よく知ってたじゃないか。夢に関わる奴の中にナイトメアを知らない奴なんざいねえよ。禁忌中の禁忌、絶対かかってはいけない悪夢。それがナイトメア。あんたのことか。チプシーちゃんのお師匠様ってあの悪夢だったの？よくわからないんだけど、有名な人なの。有名どころではないわ。私でさえその名を知っておる。まさか実在したとは信じておらなんだが、まさかじゃの。ナイトメア、夢を渡り歩く最強かつ最強の魔女。なるほどな。だったらここに入ってくれるのも納得だぜ。ごめんなさい。水分と都合のいい夢を見るじゃないか。偽物といえ、お前程度にやられたんじゃ私の名が廃るってもんです。そういうわけで口直しに第2ラウンドと行こうじゃないか、いいめくいよ。ちょっと待って。冗談じゃねえっつうの。おい、あんた、ほうけてねえで目覚ませ。どうやって。なんでもいいから起きるんだよ。じゃねえと逆に壊れちまう。さっさと俺をこの悪夢から解放しろ。わあ